からスポンサーショップの合同部に行きます。でこれが今まで取ったトロフィーとか、まあなんか記念グッズ的なやつで、マニーマニア行った時のやつとか、まあ昔の AJSA とかバトルクライマーとか、なんかいろいろ載ったやつが載ってます。あとは今まで載った雑誌のやつとか、ウェブのやつとか、こうやってここに展示してます。お久しぶりよし、じゃあストリートに行きましょう。最近の流れはゴールデンウィークにベラージのデモで東京に行って、ダイワシティでベラージチームと一緒に撮影してデモして、かなり面白かったですね。いい刺激になってめちゃくちゃもっと頑張る気持ちになりましたね。やっぱりガイタレ上手くてやる気出ましたね。最近はあとは自分のパートを取りだめてる感じで、あとちょっとフッテージ残したらもう出せるかなみたいな、出すところはちょっと今考え中で、作戦会議って感じですね。とりあえず今は撮りまくりって感じで動いてますね。今から行くスポットは京都の最近できた高速道路の横にある山のスポットで、ダウンヒルしながらバンクがいっぱいあって、でなんかもうその周辺がスポットだらけで、もう行ったらなんかいっぱい撮れると思うから、最近はなんか普通に滑りに行ったりとか、めっちゃいいとこですね。面白い極上のバンクスポット行きましょう。今から行くとこは最近友達と見つけたシークレットスポットで、で DIY 最近作ってて、コンクリートとか埋めたり、行く今から行きましょう。この先がシークレットの DIY スポットの入り口で、森の中にあるんで行きましょう。ブロックとかが友達で埋めてくれて、でこの後ここもコンクリートで埋めて、あっちとかはブロックで埋めて、今後レールとかも埋めていく予定ですね。大阪の NPS パークでレオとケアキと合流してセッションします。レオケアキと合
今から祇園祭でパーティーしてきます。お疲れ様でした。今から祇園祭で楽しんできます。ほなおおきに。